こんにちは、人造です。今回ね、キバガメ源十郎を使っていくんだけど、この子まあまあ優秀なんだよ。まあまあというかかなり優秀で、スキブ4つ持ってて、指プラスで封印お邪魔プラス無効貫通3つ持ち、スキルボイスが死にさらせゴミが、これ結構まあ有名な、ちょっとネタにされそうなされてるあれなんだけど、結構ね優秀なんだよ。で無効貫通もう一個つけれる、まあ、今はバインド耐性にしてるけど、でスキルもこんな感じで、闇ドロップ15生成の5倍エンハンスかな。5倍エンハンスってなかなかじゃないこれ。まあ使いどころがあんまり分かんないけど、でリーダースキルが受けるダメージ半減の闇属性攻撃力3倍、闇は6個以上繋げて結束攻撃力6倍の2個もかさ、まあ、常に受けるダメージを半減できるんで、まあ、耐久倍、耐久値は高いかな。で今回こんなパーティーで継承はこんな感じで、ドロー強とか、ドロー強とか、まあ、列とスキブとか、まあ、ドロー強とか、まあ、ドロー強、ここ変えとこうか。ちょっとここ変えとこう。ちょっとなんか変な武器ついてた。ちょっとよくわかんねえ武器ついてたんで、これにしようか。アヌビスにしよう。で、イナーに列とドロー強かな。やっていこう。ちょっと池ダンジョンはね、これにしようかな。ちょっとごめんなさい。これにするわ。ウラシュラにするわ。さあ、やっていこう。ここはまず遅延します。遅延して、もういっぱいいろんなスキル食べます。いきまして、こんな感じで、おお、すげえ、コンボドロップ。で、いきまして、貯めまして、ネロン使っちゃおう。ネロンを使っちゃって、ここちょっとあんまりね、あんまり、いかない方がいいんで、で、あと一旦待って、OK かな？これでいいかな？これでいいな、もう使っちゃおうか。いいな、使っちゃおうか。で、このレオニス用にこれ持ってきた。この二色陣。持ってきましたんで、ずれんな、すげえずれんな。いいでしょ、これでいいでしょ。これでいったかな？OK だね、OK だね。で、2階が、ルシファーか、ルシファー、そう、この1階からね、やっちゃうと、1階から始めちゃう、動画、撮っちゃうとね、録画押しちゃうと、動画時間がすげえ長くなるんだよ。ちょっとこれみんなに聞きたいんだけどさ、1階から始めた方がいいですかね？ 1 階から始めた方がいいかな、見やすいかな。1階から始めた方がいいか、まあ、いつもなんか10階からやるときあるんだけど、たまに10階からやるときあるんだけど、その10階ぐらいから始めた方がいいのか、どっちがいいのかな、ちょっとわかんないんで意見くださいっていう。で、いきます。そう、このこれに、これ用にこれ持ってきた。両日用にこれ二色陣持ってきた。まあ別に耐えれるっちゃ耐えれるんだけど、まあ安全に行きたいんで、ダブル列いっちゃおう。これで6、7、これでさ、マトさん、マトさんじゃない、いろんな人を監視するしないか、してたか今。4階が侵入者発見か。あと2ターンか、マトさん。このロック生かして、ちょっとまあ結構組んじゃって、本当にこのルーレットが苦手すぎて、ダメだ。ルーレット本当に、行かないで、これ行かないで欲しかった。ルーレット解消したかったな、これ。どうしよう、これ取り出して、もうこんなんでいいか。これで許して。6、7はいかない。オッケー、マトンさん溜まった。これ安心。これでかい。あ、動かしちゃった。とりあえず列組んで、ここでも列組もう。あ、そこが、なんでしたっけ。
X のルレットあんじゃん、あのシューミンだっけな、あの光属性の四君子、あのルーレットマジ鬼畜だよな、あれがマジでいけなくて何回か死んでる。あそこでも結構死んでた。結構実はね、これ撮ってるのがテイクなんだろう、テイク4ぐらいかな、3、4回ぐらいなんだけど、ちょっといろんな事情があって死んでるわ。で、戦い、これはこれ使っちゃおう。さあ、マトウさん使って天の杯に溺れなさい。いいね、この現象が聞かれるのでかい。まあ、こんなんでいいでしょうか。さっきねあれ出したんだよね、あのひさめさん、新キャラのひさめさん出したんだけど、やっぱ裏マローとかいけんのかな、あれ裏マローいけそうじゃない、なんかわかんないけど、結構スペック高かったんで、まあ、かなり強かった。あれこれ使っちゃおう、ウエストのスキル溜まっちゃうんで。まあ、こんなんでいいか。ちょっとね、比較見たかった。これが次、あれが9回か。どっち使おうか。これ稲でいいかな、稲でいいわ。これ使って、まあこんなんでいいでしょうか。これで許してごめんなさい。これで、いやーダメか、これいける、これいけねえか。ちょっとひさやドロップめんどくさいね、これ厄介だね、これ。まあ半減できるんで、まあ、こんな感じで回復しつつ OK かな、これで。でマトウさん使おう。さあマトウさん使いまして、いやあれね、本当はね、あのひさめさんね、本当はひさめさんで使いたかったんだよ。なんだけどフレンドやっぱりいなかったね。フレンドがやっぱりなくて、ちょっとまああの何だっけ、ロイヤルオークにしたんだけど、まあ、ロイヤルオークでも強かったかな全然。さあここをどうしよう、普通に列組んじゃったらいけるかな。まあこのね、ごめん、ちょっと操作時間が足りないんだ、本当に。操作時間がね、ちょっと足りなくて。申し訳ない。これ、なんだ？向こうか、向こうだっけな？これどうしよう？光かな？キドロップか。変換キドロップか。これちょっと空打ちしたいな。上のスキル溜まっちゃうんで。ちょっとこれ、アルラテはね、遅延として使いたいんで。あー、ガラケー消しになった、ガラケーの電波みたいになった、やべえ。いやー申し訳ない、本当に下手くそプレイ申し訳ない、本当に。どうしようこれ。3個作るでしょ、3個作るから、3個作ったら7、9で、あ足りるじゃん、足りる。足りますね、これ足ります。マトウさんのところ今使ったら足りるわ。とりあえず無効貫通組むことを率先して組んでって、もうこれでいいかな、これでいいか、ごめんなさい、これでいいですか。7コンボできたら OK かな。いったかな、これ乾燥してる、マトウさん乾燥してる。さあソーティス、トト&ソティス、この遅延食らったけど全然まあ大丈夫だったんで、これいきますか。これ使って、マジでネレすごいね、4ターンで打てる属性級ダメージ吸収、すげえ時代感じるな。なんでいいか。さあ行きまして、いけるかな、いけますか、これ絶対いけるわ。さあ13回誰だっけ、あミソルテイン系か、この子硬そうだな、これ。これさ、マトウさん打ってさ、じゃあ、タバナル打ってさ、マトウさん打って、これ、どうする？無効貫通列いっちゃう？これ。いける？これ。
3、6、いけないか。ちょっと列でいっちゃおう。ダブル列の方が火力出そうだな、これ。申し訳ない、申し訳ない、本当に申し訳ない。こんな変なことで申し訳ない、本当に。これで7個もできた。おお、すげえ、ワンパンした。ハングリーデイズが来て、これはまあ稲ちゃん、稲使って、これでいいか、これでいいかな。これでちょっと一旦耐えましょう。一旦耐えまして、で的尾さん使っていこうかな。ペロリンチョガブリンチョ痛いな。でごめんなさい、音割れしてたら本当に申し訳ない。音割れしてるかな。いや本当はね、まあなんだろう、裏マローとか言いたかったけど、裏マローとかまあ行きたかったけど、まあちょっと分かんねえな、どういう立ち回りすればいいか分かんない、分かんないから、ちょっといけませんでした。でうん、これはイナ使おう。イナ使って2ターンに1回なんで使えるんで、これ普通にもう固めて消しとこう。で闇も貯めて、闇を貯めて、さあマトさん使って、これ無効貫通したらいけるかな。どっちがいいと思う、これ。みんな魔法石じゃない、無効貫通か列、どっちがいいかな。これ列の方が良さそうじゃない？これ列いっぱい持ってんだよ。あ、そんなかな、そんなでもないけど、無効貫通してみようか。ちょっとめっちゃ噛んだ。無効貫通してみよう。 OK、 これでいいかな。で落としてます。でこれでどうだろう。あー、どっちもどっちって感じかな、わかんないけど、まあどっちにしろ的尾さんは乾燥してたかな。さあイナ使って、ちょっとこれなんでいいかな、これでいいでしょうか。やっぱ回復力が怖いね、回復力が乏しいのは怖い。あ、そうか、これロック解除消されるのか。これちょっとやだな、ちょっとやだな。これじゃあ的尾さん使っていきましょう。足りないか、これ操作時間。まあこれで許して、これでいいかな。 OK でしょう、これでは言ったでしょう。的尾さんずっと乾燥してんじゃん、毎日乾燥してんじゃん。これさ、声聞こえてるかな、ごめんなさい、声聞こえてるかな、これ俺の声聞こえてるかな、これ。あの、さっきというか、昨日ね、あの、ナコルルだったかな？ナコルルの動画出したんだけどね、なんか音が聞こえなかったんだよ、なんか聞こえてなくて、音が全然、俺の声が全然聞こえてなくて、ちょっとね、まあ、マイクの調整いじったんだけど、マイクの音量いじったんだけど、聞こえてるかな？超えてるか、もしくは音割れしてるか、どっちかなんだけど。さあこれは吸収使って、いやなんかね、ウラシュラやっぱりもうウラシュラ若干ね、若干、あー、ミスった。ウラシュラね、やっぱり若干、これ大丈夫、いける、これ危ねえ危ねえ、あー、いけねえか、マジか、ちょっとミスっちゃった今。これ使っていいかな、ごめんなさい、これ使います。ちょっと本当にガバガバプレイ申し訳ない、下手くそプレイで申し訳ない。これでいいかな。何話したっけ、なんて話したっけ、何言ったっけ。でナコルルだっけ、ナコルルの動画の話だっけ、なんかマイク、あ、違うわ、それはもう話したから。やべ、もう、老害になってる。これさ、普通に行っちゃおうか。
で、そうそう、あれか、裏マロウ、裏マロウとかね、もうめっちゃずれんな。あ、ダメだ、めっちゃずれんな。で、その裏修羅とか、やっぱり裏修羅ね、やっぱり何回もやってたらね、飽きてきちゃうね、やっぱり。別にそんなパズドラが飽きたわけじゃないんだけど、やっぱりその何回も周回とか なると、まあこ、まあ俺はあれだかな、俺はあれなんだけど、まあ、あの使ってみた動画とかで、まあ、結構使う裏したら行くんだけど、すごくない？なんかランク1000、1200とか、なんかそれぐらい目指してる人ってさ、あれでしょ、しげしげ、しげしげであれしてるわけじゃん、周回してるわけじゃんか。飽きないのかな、飽きないのかな、あれ、あれあんまり。ちょっとすごいね、あれ。これ耐えまして、いつかは秋が来ると思うんだけど、その本気がすごいなっていう話で、そんな話をしてる間にこれいけるかな、いってほしいな、これ。よっしゃ、いって。さあボス、これあるだってたまってたまるね、おっきい、熱い熱い熱い。これはちょっと、うん、マトさん使うと火力出すぎる可能性があるんで、これで一回はちょっとジャブ程度のパンチ、ジャブ程度のパンチ、こんな感じで。ダメかな、これダメかな、いける、これダメダメ、これ。あ、いいねいいね。さあ水になったか、問題ないでしょう。で、アルラット使って、イナも使っちゃおう。これでさ、列組んだらめっちゃ軽く出んじゃない？あ、ダブル列いける、ダブル列。おっ、これで。いける、これ。あ、めっちゃいい火力出んな。じゃ、これさ、一旦とか、ちょっとだけ待って、うん、こんな感じで待って、いやー闇が落ちてた、こんな感じで待って、イナを使っちゃって、ちょっとまあ2ターンかけてぐらい行きたいんで、まあこんな感じでいいか、こんな感じでいいかな、これで耐えてくれ、欲しいな、あ、ちょっと若干耐えて欲しいかな、行っちゃうか、行っちゃうわ。さあ誰でしょうか、水かな、水ってなんだっけ、持続性吸収か。いや本当にここのさ、キメノアがマジでなあれだよな。キメノア、これどうしよう、マトさん使って、天の杯に溺れなさい。あ、なんかたまんじゃん、キバガミさんたまるじゃん。あー、動かしちゃった。こんな感じでいいか、こんな感じで落として落としまして、これいけるかな。あ、いい火力、いい火力、めちゃめちゃいい火力。さあこれむずい、このなんだろう、回復生成が厄介だな、これ。これ使おう、これ使っていいの、使おう。になって回復以外から違うか、いくんで大移動して、まあこんなんでいいかな。いや、これでいいか。まあ7コンボできたらいいでしょ。落ち込んだった。あ、まあまあいい感じ、いい感じ。これ使ってみる。これめっちゃ楽しみ、この使うの。これ使ってみようか。清水さんぜ、ゴミが、ゴミが使って。おお、めっちゃ生成すんな、これ。じゃあさ、これ無効貫通列いけんじゃないこれ。あ、これいけんじゃん。こうして。これでどうですか ?3 分割。無効貫通プラス1セット、2セット、列。おぉめっちゃ軽く出んな。面白いな、これ。いや、面白いな、お前。クリアしました。OK。まあ、キバガミさんね、これ。なかなか強かったかな。まあまあ、結構いい性能はしてる気がする。なんで、まあ、どうだろう。サブでも全然ありかな。サブでも。この無効貫通にすれば、無効貫通4つ持ちで、お邪魔プラス。
でスキル4つにできるし、サブでも全然優秀かなっていう感じがしておりますけど、